三菱 4G1 型エンジンは1977年から三菱自動車工業によって製造されている1.2リットルから1.6リットルの直列4気筒ガソリンエンジン。通称名はオリオンエンジンで同社のネプチューンエンジンの後継に当たる。一部エンジンではオリオン2と表記されることもあった。バルブ機構は SAHC または DOHC を採用している。 また、一例として、生産時期や販売国により、4G15 という表記と G15 バイトという表記の2種類の、形式番号がそれぞれ与えられている。同社発のカムシャフトの駆動に、ゴム製、タイミングコグベルトを用いた小型、軽量設計の鋳造鉄製ガソリンエンジンで、信頼性と耐久性に優れており、2020年1月、 現在まで40年以上にわたって製造されている。なお、2020年1月現在の時点では、中華技車者、ベリー化用の4 g 1 5ト型 SA1C16 バルブのみが製造されている。また、4G1 型エンジンは、初期の自動車排出ガス規制に、本格的に挑んだ、同社発のエンジンであり、MCAJET と呼ばれる一連の、 ハイガス対策システムを導入していた。最も特徴的な機構は、ジェットバルブと呼ばれるごく小さな二次吸気バルブであり、吸気バルブと共にロッカーアームで駆動され、シリンダー内に強力なスワール流を発生させ、混合技の着火性を高めていた。ジェットバルブの装備により大量の EGR をかけても、燃焼が安定するようになり、昭和53年排出ガス規制をクリアした。 4G1 型エンジンの53年規制適合が契機となり、ジェットバルブは 4G3 型エンジンや 4G6 型エンジン、4G5 型エンジン、2G2 型エンジン等にも装備が拡大されていった。ジェットバルブを搭載した 4G1 型エンジンは、社団法人自動車技術会が選定する日本の自動車技術240戦において、 旧廃義弁の他に設けたもう一つの弁による強いスワールが長期白燃焼を可能とし昭和53年排ガス規制をクリアという理由により選出されている。また国内初となる気給旧式機構が1982年に G12 バイトに搭載後に G15 バイトにも設定された MD エンジンと呼ばれ MD は モジュレーテッドディスプレイスメントの略で、可変排気量を意味した。低負荷時に1気筒目と4気筒目を休止し2気筒で稼働するものだった。G12 バイトと同様の気筒休止モデルもあり1990から92年式、プロトンサガの 4G15P サイチ C12、バルブ LPG、エンジンコルトの 4G19 エンジン。ありがとうございます。